こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は高校の入学式の過ごし方、友達作りや服装などという話をしていきます。まあですね、高校受験、こちらにね、無事合格することができたと。まあ、ここ、合格するのはね、まあ、2月とか3月とかそれぐらいの時期になると思うんですけど、もうそしたらですね、4月にすぐにやってくるのが高校の入学式です。でですね、ここでやっぱりね、うまいこと入学式をクリアしていかないと、その後の高校生活が楽しくなくなっちゃうんですよね。まあ、例えば友達がね、なかなかできなかったら、やっぱり楽しくない人生になると思いますし、まあ、先輩とかね、怖い先生とかに目をつけられてしまったら、やっぱこれもね、なかなか苦しい高校生活になってしまうと思います。なので本日は、まあ、そうならないためにね、どういったことを意識していったらいいのかっていうね、お話とか、あとはまあ高校の入学式のまあ具体的な流れですね、まあ、こういったところをね、全体的にお話ししていきたいと思います。これからですね、高校1年生になるというね、子供とそのお父さんお母さんであれば、本日の内容きっと役に立つと思いますので、参考にしてみてください。まず最初にですね、時期と1日の流れを解説という話からしていきます。じゃあそもそも高校の入学式、これどれぐらいの時期に行われるのかというと、まあ大体ですね、4月の大体5から8、これぐらいの間に、5日から8日ですね、これぐらいの間に行われることが多いです。で、まあ、全日制高校の場合ですね、大体午前中に集合が多いので、9時に例えば学校に集合して、で、その後、まあ、例えば体育館の外とかに、クラスがこう貼られているんですね。〇〇くんは何クラスとか。でそこから自分の名前をこう見つけ出して、で自分の席に着くと。で、入学式が始まります。まあ、通常お父さんお母さんも一緒に行くケースが多いですね。まあ、隣に保護者、まあ、反対側に子供が座って、まあ、こう、話を聞くっていう感じですね。で、どういう流れで行われていくかというと、まず校長先生からね、話があると思います。まあ、入学おめでとうございます的な話ですね。で、その後に、例えば、吹奏楽部の生徒たち、先輩たちがですね、まあ、歓迎の音楽をね、こう演奏してくれたりするわけです。で、それが終わった後に、いよいよね、担任発表があるんですね。1クラスは誰々先生、2クラスは誰々先生みたいな感じで担任発表がありますと。で、担任の発表があったら、その後もうね、子供たちは通常クラスに移動することが多いです。で、保護者だけが体育館に残って、で、保護者は、この後の説明ですね。よくあるのが高校の奨学金ですね。こういったのの申請の仕方とか、まあ、あとは、今後のね、1年間のスケジュールとかね、必要な費用とか、そういったものの説明が行われることが多いです。で、その説明を行っている間に子供たちは教室に行って、例えば教科書が配布されたりとか、あとは、翌日からのこう、流れですね。例えば、次の日は、じゃあ、最初に始業式があって、で、体育、例えばね、なんか、身長とか体重をこう測るね、それで測定があって、その後にいろんな教室の、ね、説明があってとか、こういう流れをまあ説明を受けます。で、まあ一通り流れを説明を受けたら、まあ余裕があるクラスはね、例えばその後に一人一人自己紹介をする時間があったりとかもするんですけど、まあ入学式の段階ではそこまで時間はないので、まあ簡単に説明だけして終わるケースが多いですね。で、最後に、駐輪場、まあ自転車をどこに止めるのかとか、そういった説明をして解散っていう流れになることが多いです。まあなので、だいたい9時からスタートしたら11時ぐらいには解散して、で、まあ午後は家に帰るって流れが多いですね。一方、定時制とか、あとは、まあ、通信制とかもそうなんですけど、まあそういったところは1時スタートとかいう、そういう午後からのケースもあります。まあ大体どのようなね、学校でもこういった流れになるので、まずは全体的な流れ意識していただければと思います。はい、次に、髪型や服装で注意すべきことという話をしていきます。じゃあいざ入学式の時にですね、まあどういうことを意識してきたらいいのかというと、もう基本的に、ね、大事なポイント1個だけ言います。とにかく最初の段階では目立ちすぎないようにしてください。これどういうことかというと、まあ、学校によっていろんな、ね、雰囲気の学校があるんですけど、やっぱその中でね、ちょっと目立ってしまうと、生徒指導の先生から目をつけられたり、ちょっとね、やんちゃなね、先輩たちから目をつけられることがあるんですね。で、別にその学校がすごく落ち着いている学校だったとしても、やっぱその中にね、一部そういう先生とか、そういうね、先輩って絶対いるんですね。で、そういう人たちにちょっと目をつけられると、その後結構ね、学校生活がやりづらい辛くなるので、もう最初の段階だけ、とにかく最初の4月だけは少し目立たないような雰囲気の方がいいと思います。で、その時に意識してほしいことは、例えば髪型だったら、まあ、仮にね、その学校が、じゃあ
茶髪が OK だったとしても、まあできるだけあんまり激しく染めすぎないとか、あとは髪型がね、仮に自由だったとしても、まあ反り込みとかね、なんかあの激しいパーマですよね、女の子だったらよくあると思うんですけど、そういうパーマとかスキンヘッドにしていくとか、まあ、そういうのはちょっと落ち着いた、例えばね、4月後半とかそれぐらいからにした方が僕はいいかと思います。で、服装。服装もそうなんですけど、仮にね、自由な服であったとしても、まあ、最初はあんま目立ちすぎないようにした方がいいですね。例えば、まあ、高校だと結構ね、緩いところが多いので、例えば、学ランだったらね、ボタン開けててもいいとか、あとは、スカートね、女の子たちのスカートだったら、どれだけ丈が短くてもいいっていうところも結構あるんですけど、もうこれも最初に言いました、4月の前半だけはちょっとおとなしめにしておいた方が、その後の学校生活は楽しくなると思います。なので、まあ、最初の段階での抑えるべきポイントとしては、あまり目立ちすぎないようにする。ここだけちょっと意識してね、入学式を迎えてください。はい、次に、友達作り3ステップという話をしていきます。まあ、入学式から最初の1週間ですね。このあたりにね、やっぱ一番気になるところは、どのように友達を作っていったらいいかっていう部分だと思うんですけど、まあ、これですね、実は3ステップがあって、このステップ通り進めていただければ、もうどんな子でも必ず友達はできるので安心してください。じゃあこれどのように進めていくのかというと、まずですね、最初にやってほしいこと。これは挨拶です。で、例えば、こんにちは、道山です。はじめまして。とかね、こんにちは、道山です。よろしくね。みたいな感じで、まあ、自分の席の周りにいる子たちに簡単に挨拶をしましょう。で、この時にポイントはですね、なんかあんまりね、最初から慣れしくいかないことですね。なんかいきなり肩を組んで、あ、こんにちは、よろしく。みたいな感じで行くと、なんだこいつ、鬱陶しい。っていう風に思われるんですよね。なので、普通に丁寧に、あ、こんにちは、どうも、道山です。これからよろしくお願いします。みたいな感じで丁寧に言ったら、絶対にそれで無視されるとか嫌がられることはないので、まずは丁寧に挨拶をするってところから進めていきましょう。で、次にステップ2、出身校と部活を聞く。これをやってみましょう。これ何かというと、まあ、長い、この次のステップからというのは、とにかく会話をね、広げていくってことなんですよね。で、その時に、一番、まあ、聞きやすい質問としては、出身校と部活なんです。まあ、出身校、何々中学校を卒業したっていうところですよね。これをまず聞きます。で、例えば、じゃあ、あなた自身のね、中学校とそのね、友達、隣に座ってたこの中学校は近かったら、あ、意外と家近いね、みたいな話になりますよね。で、仮に同じ市内だったとしても、あ、同じ種じゃんみたいな感じで話盛り上がりますよね。まあ、こういう感じで、まずは共通点を探していくためにこの質問をしていくって感じですね。で、部活も同じで、例えば仮に同じ部活だったら、あ、同じなんだって一気に仲良くなると思いますし、仮にね、部活が違ってたとしても、あ、そうなんだ、僕もね、それ結構よく見るよ、テレビで、みたいな感じで話をね、こう盛り上げていくことができるので、まあ、一番ね、聞きやすい質問である、この、出身校と部活、これを次に聞いていきましょう。で、最後、ステップ3。ここで共通点を探すってことやってってください。まあ、先ほどの延長でですね、まあ、同じところに住んでたんだったら同じところに、ね、住んでるっていう部分が共通点になりますし、部活もね、やってきたんだったらそこが同じ部活になると思います。まあ、それ以外にも、例えば趣味、好きなこととか、なんかいろいろありますよね。こういった共通点が見つかるような質問をどんどんしていきます。まあ、例えばね、そういえば最近スターウォーズの映画見たとかでもいいと思います。そういった映画系のやつでもいいですし、なんか新しいドラマこれやってるけど見てるとかそんな話でもいいと思います。こういう漫画とか好きみたいな感じでね。で、そこで一つでも共通点が見つかったらそのことは一気に仲良くなれますので、まあ、これが見つかりそうな質問をどんどんしていきましょう。で、この時のね、一つ。大事なポイントがあってですね、話しかけられて無視されたらどうしようとか、相手の子がね、嫌がってたらどうしようと思って話しかけられない子が多いと思うんですけど、これ安心してください。最初の1週間というのはもう誰もが友達ができるかどうか不安っていう状態なんですね。だからこの不安っていう状態の時だったら誰が話しかけても絶対無視されません。なので最初の1週間が勝負なんですね。ここでとにかくたくさん話しかけていけば相手の子は絶対に無視はしないので、どんどん輪を広げていってください。で、あともう一つね、補足でちょっと意識してほしいことはね、できるだけたくさんの子に話しかけるっていうのも重要です。最初に一人の子に喋りかけてね、この子が仲良くなりそうだった場合、もうずーっと毎日この子とばっかり喋ってしまうってことが結構あるんですけど、万が一ですね、この子とうまくいかなくなった時に、最初の一週間全部その一人の子との時間に使ってしまったら、もう一週間終わった時にはね、他の子たちは結構グループ化してるんですよね。で、この子との仲が切れた瞬間、急に一人ぼっちになっちゃうので、これはちょっと危険です。なので最初の一週間は仮にね、一人の子と仲良くできそうであったとしても、他の子たちにもね、挨拶とか
したりして簡単な会話だけはして、いつでもどのグループにも入れるようなのを作っておきましょう。で1週間でそういう、まあ、流れを作ることができたら、まあ、2週間目ぐらいからはね、この子と仲良くなりそうってところと深く仲良くなっていけばいいと思うので、もう最初の1週間とか入学式ではとにかくいろんなこと話すっていうのをちょっとね意識していただければと思います。はい、次にですね、親向け入学式の服装という話をしていきます。まあ、最後にね、お父さんお母さん向けの話をちょっと入れておきたいんですが、どんな服装で行くか、これ悩みますよね。もしこの動画を見ているあなた自身が親じゃなかったとしても、ぜひこの話はしっかり聞いて お父さんお母さんに伝えてあげてくださいね。これちゃんと伝えておかないと、変な服装で入学式に来るとですね、今度お父さんお母さんたちが目立ってしまって、なんかあいつ変なお父さんとお母さんの子供だよみたいな感じで言われることがやっぱあるんですよね。そうなると友達作りに結構影響が出てきちゃうので、きちんとですね、これはお父さんお母さんにね伝えてあげるようにしてください。で、基本的な服装はまず男性、お父さんの場合はもうスーツでいいです。で特に、なんか派手なスーツ、まああんまり着る人いないと思いますけど、なんかすごく目立つようなスーツとかっていうよりも普通に無難なスーツで全然いいと思います。でお父さんお母さんですね、母親もこれまたスーツ。でもしくはセットアップでもいいですね。母親の場合ね、女性のスーツとかって調べていただくといろいろ出てくると思うんですけど、まあ、きっちりとしたスーツじゃなくても、まあ、上下が同じ色とか同じ雰囲気の、ね、セットアップって言われている服があるんですね。まあ、ちょっときれいめな、あの学校の先生とかがよく授業参加とかに着てるような服ですね。そういう服でも大丈夫です。まあ、なんかね、すごく派手なキラキラしたね、なんかドレスとか、まあ、あと、まあ、着物。まあ、着物も別にね、悪くはないんですけど、別にそこまでしなくても、普通に、まあ、綺麗めなスーツとかセットアップだけで全然いいかと思います。で、一応大事なポイント一つだけお話ししておくと、まあ、入学式というのは一応フォーマルな場なんですよね。フォーマルっていうのはすごくね、正式場った場っていう意味です。まあ、なので、例えばね、スウェットで来るとか、あとはなんか、ちょっとね、ジャケパン。お父さんお母さんたちでもね、ジャケパン。なんか白のパンツに、ブルーのジャケットで、なんか T シャツみたいなね。そういうのは、まあ、授業参観ぐらいのね、感じだったらいいとは思うんですけど、こういった入学式の場では僕はやめた方がいいかと思います。はい、僕のチャンネルではね、こういった、中学生とか新高校生、高校生向けの話とかもいろいろお話ししておりますので、もしよかったら、いいねボタンと、あとはチャンネル登録していただけると嬉しく思います。あと、本日お話しした内容というのはね、もう少し細かい説明をホームページの方にもまとめております。この動画の下の詳細欄にリンク貼っておきますので、よかったらこちらも参考にしていただけると嬉しく思います。